ジャスキサバレリアのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、オルガンをお届けしたいんですね。ですね、今日お届けするオルガン奏者はこちらになります。ここにあります、リチャード・グルーブ・ホームスという人です。オルガン奏者はですね、いますね。もうジミー・スミスを代表として、ビッグ・ジョン・パットンとかですね、あとジョニー・ハモンド・スミスという人とかですね、まあ他にもいっぱいいるんですけれども、オルガンを嫌いな人もいたりするんですけれども、私は大好きなんですね。非常に、リーダーにもなるし、それからサイドメンとしてスパイス的に入るオルガンも非常に大好きですね。それで、今日お届けする、リチャード・グルーブ・ホームズのミスティというアルバムタイトルなんですけども、ですね、プレスティージというレーベルなんですね。まあ、プレスティージは もちろんモダンジャズでも、有名なんですけども、割とこのソウルっぽいのとかですね、レアグルーブ、ブルースっぽいものとかですね、もう本当にてんこ盛りのような感じのレーベル会社なんですけれども、その一つにこのオルガンの非常にもう何て言うんですかね、もうお腹がいっぱいになるようなもうコテコテの、オルガンアルバムなんかがいっぱいあるんですね。それ全部聴いてたら本当にもう何て言うんですか、もう油っぽいって感じがするんですけども、それぞれ のアルバムの中にですね、もう 2,3 曲ですね、あいいなと思う、他の人には出せない味を出してるなとかですね、そういったものが含まれてるんですね。やはりそれで今日お届けするのも、まあ、名曲 いっぱいやってるんですけども、今日はですね、その中からいそしぎ、The Shadow of Your Smile、まあ、いろんな人が演奏されますけれども、ビブラフォンもいいですし、あとオルガンも本当にいいんですよね。それでこのリチャード・グルーブ・ホームズのこの The Shadow of Your Smile 大好きなんですね。それを今日お届けするんですけれども、オルガン その楽器としての特性は、なんていうんですかね、いろんな装置があるんですから、まあ、オーケストラストレーションみたいな感じで、他にそんなに楽器は必要ありませんね。サイド面これもその通りで、ギターとドラムだけです。よくジミー・スミスもこうやってやってるんですけども、こういうパターンがありますね。オルガン、ギター、ドラム、この3人になります。ですけども非常に何て言いますか、大勢でやってるそんな感じがします。はい、それであとはですね、サマータイムとかミスティとかですね、オン・ザ・ストリート・ウェア・ユー・リーブとかですね、There Will Never Be Another You とかで、もう本当に楽しいアルバムです。でも今日はこの中からシャドウ・オブ・ユア・スマイルをお届けします。いいでしょう、本当に。はい、ジャズはいいよ。
Thank you.